長崎の今をしかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる。ふるさとがもっと好きになる。身近な長崎。今世界で取り組んでいる SDGs、 日本での認知度も上がってきたよね。はい、より良い未来のために何ができるのか考えるきっかけになっています。県内でも SDGs 達成に向けた様々な取り組みが行われているそうですよ。よし、詳しく調べてきてもらおう。やっほー、てんです。早速県の担当者に話を聞きましょう。こんにちは、古賀さん。はじめまして、てんさん。制作企画課の古賀です。よろしくお願いします。改めて SDGs とはどんなものですか？はい、SDGs とは持続可能な社会の実現を目指す国際目標です。2030年までに達成すべき17の目標が設定されていて、県でも SDGs の達成に向けて様々な取り組みを進めています。女性活躍推進を目的に女子高校生を対象とした企業見学会や日本と中国の青少年による交流事業などもその一部です。こうした取り組みが県内でもっと広がるといいですよね。そうなんです。県では企業や団体などの SDGs への取り組みを支援するために長崎県 SDGs 登録制度やアドバイザー派遣制度を創設しました。また学校や各種団体などで講演を実施しています。 SDGs に積極的に取り組んでいる企業や団体があるので、ぜひ訪ねてみてください。よし、しっかり取材してきます。島原市の社会福祉法人悠久会、こちらでは障害のある方への生活支援、就労支援などを行っています。長代さん、悠久会が行っている SDGs への取り組みを教えてください。悠久会では2019年から SDGs に取り組んでおります。例えば毎月施設の職員と利用者で海岸の清掃活動をしています。また悠久会が運営する地産地消をコンセプトにしたおむすびカフェ島原むすびすでは、地元食材を活用したおむすびや弁当を作っています。そこではプラスチック容器を削減するために紙でできた容器で提供しています。入所施設では調理で発生した生ごみを再利用して堆肥を作り、施設の花壇に使ったり近所の方に配っています。いろんな活動をされてるんですね。始めたきっかけを教えてください。悠久会が掲げるビジョンに地域貢献等がございまして、 SDGs の世界観とマッチしていると思いスタートさせていただきました。県内での SDGs の推進の機運が高まり、活動を応援してくれる人が増え嬉しく感じています。 SDGs は環境面に着目されがちですが、経済社会環境のバランスの取れた発展を目指すものであり、経済活性化の起爆剤ともなり得ます。 SDGs で夢や希望があふれる長崎の実現に貢献できればと思います。皆さんも一緒に SDGs に取り組みましょう。今回の内容は全世帯広報誌伝える県長崎2月号の特集、そして県のウェブサイトにも詳しく載っています。SDGs には個人でできる簡単な取り組みもあります。私たちも節電や節水をする、マイバッグやマイボトルを利用するなど、日常生活の中でできることから取り組んでいきましょう。 SDGs 達成のためにみんなで協力するしかない。しかだけにですね。